えー、不審中というタイトルですね。はい、はい。で元の作品は、えー、漢字は違いますけど同じ読みで不審中森外の作品ですね。これはじゃあちょっとまず原作からご説明いただいて これはですねあのこれ自体がちょっとその,あの面白いあの先行作品のあるような作りになっていて、うん、もう両替皆さん「舞姫はあの」はご存知ではないかと思うんですけれどもあ,のある世代だと教科書で読んだっていう方も結構い,らいるんですけれど、まあ、舞姫っていうのはその王外の、まあ、体験をあ,のある程度元にしてドイツであの若い女と恋愛をするでもその女をこう置いてあの帰国する あの若いあの優秀な男性の話ですけれども、まあ、それの,あの何年後っていう後日誕のようなあの話になってますただ名前が違うのでねそのままあの森林太郎の出てくる話ではないんですがあのかなり近いシチュエーションの後日誕で「渡辺」っていう名前になってるんですが3時間になっている渡辺のところに、えー、ドイツの,あの女性が訪ねてくると。 そして人、えー、であの西洋圏でで食事をすするんですねでその間ずっと男の3時間は「日本は今不審中だ」とかそのレストラン自体も工事中なんですけれども日本は今まだこう不審中で出来上がってないんだというような話をしてあの女はあのまあ 何事もなくアメリカにあの帰ってしまううというあのあ行ってしまうというあのちょっと不思議な短編です。あのこれはあの非常にそれ自体ちょっと面白いしその日本のこう近代っていうのがどういう時代だったのかっていうのを考える題材になもだったりして面白いんですけどただあの私はこれをあのどういうふうにどうしてこのスティッシュ作品にしたかっていうとこれはですね この小説を短編小説を読んでいるとそさっきの「フートンの時ととても似てるんですけれどこの女の人が果たしてこの書かれている通りの感情を持って動いていたのかというのがどうしても気になって気になって仕方がなくなってしまってそ,そうじゃないんじゃないかなっていうような気がしてきてしまったものですから、まあ、この女性のあの その渡辺参事官と会った時の心情を「あの不審中」って森外の小説は当然参事官の渡辺の視点で書かれてるんですが視点、まあ、を変えてあの女の方の,あの心情が分かるように書いたっていうのが一つとこれはあのちょっとこう形式を面白くあのしようと思って考えたのでこの女性に対してこうインタビューアーがインタビューするっていうそういう形式になっています。はい これがすごく読ませて頂い,いて面白かったのが要は舞姫の中で日本人の男がドイツ人の女性を振って日本に帰ってきましたでそれがまあ簡単に言うと舞姫でその後の森り街の不審中は、えっと、日本その女性捨てられた、まあ、エリスという女性が日本にその男に会いに来たと。で会会いいに来て会ったっていう事実は その中島さんの不審中も鴎外の不審中も同じなんですけどえとまず視点が違うというのと,あと言ってることが違うんですよねつまりえー森鴎外の方ではえとまあエリスは他の男と来るんですけどそれに対して「ねたんではくれないのね」って言うんですねその男に対して渡辺に対して要は私別の男と来たけどあなたはそれに対して「ねたんでくれないのね」っていう言ってるんですね。 でそれはまあそうかと読むと思うんですけれども中島さんの小説の中では、えー、助けてはくださらないのねっていうふうに言ったことになってるんですよねす要はお金を借りに来りにて助けてはくれないのねっていうふうに言ってるんですよこれはだからどういうことかっていうとすごく僕が思ったのはちょっと無大貝がこう俺はこんなに素敵な男で捨てた女が日本に 来てこうまでで他の男連れてきてでも「妬んでほしい」って思われてる男だぞ俺はって <laughs> モテ自慢ちょっとモテ自慢なんじゃないかと一方エリスは私はただお金が借りたかっただけなんですよっていう意見が違うわけですよだからそれがこう中島さんの小説を読むともともとまあ不審中そういうもんだなって思ってた原作自体がちょっとひっくり返るというか。 あの芥川の藪の中じゃないですけど言ってることが違うどっちが本当のこと言ってるんだろうって比べるとちょっと鴎外がモテ自慢してんじゃないかっていうのが優勢なんじゃないかって僕なんかはこう思ったりしてあのすごく面あ白かこの作品はやっぱりその何でしょう。 一つの作品を読んで布団の時もそうなんですけれどそれに対してこう自分の中にこう批評的な何かが生まれるというかこれはちょっとここはこう批評してみようというような気持ちになると それが作品になるっていうののすごく典型的な作品かなと思っていて「その不審中」っていう小説を読んでいると一箇所だけあのずっと渡辺三次官の視点で書いてあるのに一箇所だけその女,のし女の心情がすごく書き込まれていてしかもその女がこう妬んでるっていうことを男に悟られたくないんだっていう,こう心情がかっ 書き込まれてるんです字の文にで私はなんかちょっとそこに違和感を感じてこれどうだったのかな本当なのかなみたいなそこから生まれた小説です。はいというようなじゃあ1作品目はちょっとまとめますと,、まあえー、とちょっと雑なまとめになるんですけども「パスティッシュ」としては別の登場人物小説内に登場する別の登場人物で新たに書いた新た,な新たな視点で書いた小説。 パスティッシュっていうような、まあ、今回はこの作品は種類だったと思います。